い、おっしゃい。今日も作ってきました。新メニューです。これはね、イワシの缶詰と玉ねぎを炒めてから味付けいろいろしたやつ。マヨネーズチキンナゲットいただきます。これがね、美味しいんだよ。美味しいね。もう缶詰なんかも健康にいいしね。健康にいいと体にいいらしいからね。美味しいよ。いわしいね。でこのマヨネーズを最高ね。チキンナゲットケチャップつけてマヨネーズつけて、まあ紅白でまた、めでたいですよ。最近いいことばっかりだ。本当においしいご飯も食べれて、贅沢だね。本当にでもこれよく考えてたから、本当においしいよ。本当一緒に炒めるだけじゃん。あ、帰ってくるな。お疲れ様でした。炒めるだけじゃダメよ。ちゃんとプラスでそのお好みの味付けをプラスしないと。僕なんかはね、ちょっと濃いめが好きだからやっぱ。醤油とか塩コショウとか、味の素っていうかの化学調味料とかを入れてね、やったらもうすごい美味しい。あんま昼ご飯で魚食べることなかったんですけどね。もっともなんとかほぐしとか、まああと鮭弁があるか、あ、なんか海苔弁の白身魚のフライも入ってるわ。魚食ってるわ、魚を結構美味しくいただいてますよ僕は。そういえば、いいことかね。よかったな、バランスも。ご飯とお母さんのバランスもちょうどよかった。あー、おいしかった。ごちそうさまでした。よいしょ。頑張るぞ。